支援もお寄せくださいますように心からお願いを申し上げます。そしてまた今日はお暑い中お仕事の手を休めて大本組の皆さんをはじめご関係者の皆さんありがとうございます。ただいま到着をさせていただきました。ありがとうございます。それでは候補者本人の挨拶に先立ちまして、それでは相沢一郎衆議院議員からご挨拶お願いいたします。衆議院議員相沢一郎でございます。もう多くを申し上げる必要はありません。これからの日本の政治にとって、また我が党自民党にとってなくてはならない石井正弘候補、石井先生であります。もう1週間目を迎えました。しっかりと21日に向けて、万全と努力を積み重ねてまいります。4つのプレートの上に乗った日本列島、災害と向き合わざるを得ない、そういう宿命にあるわけであります。お話をいただいたような防災力、減災力、そして国土強靭化、また東京一極集中を是正をする地方の活性化のために必要なインフラの整備、そういった政策課題の先頭に立って石井候補助力をいただいております。どうかご支援をさらに石井候補に集中をいただきますよう、また佐藤信明さんも比例して一生懸命努力をしておられます。合わせてご推薦を賜りますことを心からお願いを申し上げまして、相沢一郎の推薦激励お願いのご挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは候補者本人石井正弘がご挨拶をいたします。大変お忙しい中、このように多くの皆様お出迎えいただきまして誠にありがとうございます。自民党の公認、そして公明党さんの力強いご推薦いただきまして立候補いたしました石井正弘でございます。選挙戦、いよいよ7個目となったわけでございます。私も今までの4期16年間の知事の経験を踏まえまして、いかにして岡山県全体をこれから発展をさせていくか、持続可能な社会をどうやって作っていくか、安全安心の岡山づくり、こういったことに国政の方からしっかりと、応援をさせて、いただきたい。法律の面、予算の面、税制の面、しっかりと政策を総動員して地方のため、地方創生という言葉がありますけれども、岡山県がこれからも、しっかりと発展をしていく、伸びていくためにはいかなる政策が最も必要なのか、こういう対極的な観点から政策を今まで進めてきたところで、ございます。私は今内閣委員長でございまして、子ども・子育て支援法の改正をこの間、成立をすることができました。ご案内通り3歳、4歳、5歳の幼児教育、また保育の無償化法案、しっかりとこういった大胆な政策転換もこれからもやっていって、少子化対策にもチャレンジをしていく自由民主党、公明党の連立政権でございます。まずは防災減災の相沢先生のお話ございましたけれども、しっかりとこの強靭化対策をやっていく、今の皆さん方が一生懸命災害復旧復興に頑張っていらっしゃるわけでございますが、事前に点検すれば危ないところが数多くあるのが残念ながら日本の国土でございます。岡山県でも数々あります。そういった場所を点検をして早め早めの手を打っていくという、この必要な予算、佐藤信明さんと一生懸命連携をしながら今まで3年間で7兆円という予算規模を決めております。まだしかし足りないと思いますから、ぜひこういったところにも引き続き強力な皆様方の応援をいただきまして、予算をこれからも継続拡大をしていく、インフラの整備、これをやってこそ陸海空の交通基盤が整った岡山県ということが言えるわけでございまして、優良企業を融資するためにもぜひこういった皆様方のお仕事がしっかりと前に向かって進んでいくように、そのことが岡山県の発展に必ず必要だと、この確信でやっていきたいと考えるものでございます。一体一でございます。事実上の一騎打ち、野党側の党首が昨日こちらの応援に駆けつけたということでございます。そういう意味におきましては大変厳しくなってまいります選挙戦でございます。これからが勝負でございます。今自公が前の数字を超えるような勢いだという報道が一度出ましたが、まだ投票してない段階の話でありますし、半分の方は投票態度を決めてないということがその文書の中に書いてあります。そういう意味におきましては12年前あのようなことが起こりました。最初は良かった自民党公明党、途中から大逆風になって
安倍政権が、第一次政権が退陣することになったのが12年前でございます。絶対に我々気持ちを緩めてはならない。最終最後まで投票箱が閉まるまでが勝負でございますので、岡山選挙区におきましては1枚目の投票用紙、石井正弘としっかりと書いていただきますように。そして2枚目は佐藤信明さん、私も県政中退ずっと一緒でございまして、仕事を一緒にやってきた仲間でございます。今回も挑戦されておられます佐藤信明さんのためにも皆さん方2枚目よろしくお願いを申し上げる際でございます。これからがいよいよ勝負でございます。選挙戦中盤戦に入ってまいりました。どうか最終最後まで石井正弘としっかりと応援をしていただく支援の輪お広げいただきますように、心から皆様方に重ねてお願いをさせていただきまして、私からのお願いの言葉とさせていただきます。どうか皆様石井正弘よろしくよろしくお願い申し上げます。今日はありがとうございました。ご清聴いただきましてありがとうございました。ご関係者の皆様には、今日はお仕事の手を休めて、またこうしてお出迎えくださり、お暑い中じっとお耳を傾けていただいて本当にありがとうございます。皆様には岡山県知事時代から本当にお世話になってまいりました。皆さんから多くの元気とそして勇気をいただいて、それでは先へと指令を立てていただきます。ありがとうございます。会社の夏のご発展を心からお祈り申し上げまして、石井正弘最後まで頑張り抜いてまいります。ありがとうございました。